はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシロカンナでございます。それでは、龍が如くゼロ続きからやっていきたいと思います。じゃあ今回は、前回も最後に言ってた通り、サブイベントをやりましょう。こちらですね。今、娘よ、イオリを返してください。ん、なんや、愛してとは、とんだ言いがかりですね。娘様はご自身の意志でここに来たのですよ。あんたたちが娘をそそのかしたんでしょ、このインチキ宗教。これ以上あなたが我々を侮辱するおつもりなら、我々はあなたの娘さんであるイオリさんに制裁を加えな与えなければなりません。制裁、そんな、我々としても実力行使は本意ではないのです。今日のところはお引き取りくださいませんか。そうは言ってもな、あ、言っちゃった。イオリ、お母さんどうすればいいの。大変なことになっている。思った以上に大変なことになっている。奥さん、大丈夫かい。イオリ、お母さんどうすればいいの。おい、えらい騒いだったみたいやけど、どないしたんや、なんかあったんか。え、あなたは通りすがりの一般ピープーですわ。ただの通りすがりや。おたくらの話が耳に入ってな、ちーと気になったんや。通りすがりということは、あの団体とは関係ないんですね。よかった。あの団体、私が先ほど話してた人たちのことです。あの人たちは私の娘イオリを奪ったんです。どういうことや。というのもね、どういうことなんや。つまりあんたの娘イオリちゃんがさっきの連中のとこに行ったっきり戻ってこようになったと。はい、私もうどうしたらいいか。イオリちゃんは年いくつなんや。20歳で大学生か。いろんなことに感化される年頃なんかな、もしかして。20歳か。そのくらいの年頃の娘やったら、遊び回って家に戻らんなんてよくある話やんけ。まあ時代的にそうなんかな。違うんです。イオリは騙されてるんです。変な宗教に。あの、宗教団体に。やだ、宗教だね。宗教団体？さっきの連中はその宗教の人間なんか。イオリ、最近大学に行っていなかったみたいで、学校から家に連絡があったんです。でも毎日どっかに行ってるみたいだし、気になってイオリの後をつけてみたら、あの宗教団体の本部に入っていくじゃないですか。本部があるんよね。イオリが家に帰ってきてから問いただしたら、移行していたことは起こるんでもなく、こう言ったんです。ちょうどいいからお母さんも入信しようよって。やべ、怖え。娘にそんなん言われたら、ね、殴りそうやわ。イオリのあんなうつろな目、初めて見ました。宗教の話をするときだけあの娘、あの子だった、あの娘って言っちゃった。目が変わるんです。絶対何かされてるはずなんです。マインドコントロールや。変な像や、お守りも高値で買わされてるみたいだし、悪徳宗教や。私、宗教はやめてほしいって言ったんですけど、イオリちゃんには聞き入れてもらえんかったっちゅうわけや。はい。次の日、どこから聞きつけてきたのか、宗教の人たちがやってきて、娘を半ば無理やり連れて行ってしまったんです。なるほどな。何度も娘に会わせてほしいと頼みに行ってるんですが、いつも門前払いで。旦那を亡くして間もないのに、今度は娘までいなくなったら、私、自分の娘が怪しい宗教にハマって、その上連絡も取れん状況とは、ひどい話や、ほんまにの。真島さんでしたっけ？一つお願いしてもよろしいですか？なんや、言うてみ。俺もなんかの縁や。できることなら協力し合ってもええで、人情に熱いな。その、よろしければあの宗教に入信してくれませんか？どんな頼みやねん。何やて？入信？はい。あの宗教の内部に潜入するには、信者として入信する以外の方法がないんです。まあそんな感じやね。私が潜入できればいいんですが、顔が割れてしまっていますから、きっと見つかってすぐに追い出されてしまうでしょう。なるほどな。顔の割れてない俺なら、スムーズに入信して内部に潜入できる。ということか。理屈としてはわかるけど、しかしな。会ったばかりの人にこんなことを頼むだなんて、どうかしてるってわかってます。でも、どうしても娘を取り戻したいんです。真島さん、お願いします。もちろんお礼ならさせていただきますから。あの子に、イオリに帰ってきてと伝えてくれるだけでいいんです。どうかそれだけでも、そこまで言われたらしゃあない。行こう、真島ちゃん。しゃあないな。でも帰ってきてって伝えるだけやで。本当ですか？ありがとうございます。
カジマさん気をつけてくださいね。彼ら無難所ヘビとナス教の無難所ヘビとナス教の人たちは何をしてくるか分かりませんからね。無難所、無難所ヘビとナス教だよ、マジマちゃん。無難所ヘビとナス教です。すいませんが覚えてください。名前くらい言えないと怪しまれてしまいますからね。無難所ヘビとナス教やで。おお、せやけど随分変わった名前の宗教やな。まあ任しとき、俺はうまいこと潜入してあんたの娘イオリちゃんに接触してみるわ。はい、マジマさん、これを無難所ヘビとナス教のタブレットじゃね、バッチかい。手作りのお守り、なんやこれ。私の作ったお守りです。真島さんが危ない目に遭わないように持っていてください。ええ、ご利益あるとええな。娘を、いよりをよろしくお願いいたします。わかった、じゃあ行こっか。ここ近くね。本部近くね。本部かなあれ。あ、でもそうだね、キャツらがいるよ。あれは、おばはんの娘、いおりちゃんが入信したら宗教の奴らやな。目立つね。何を首につけてる、あれ。マグネットか、マグネット、肩こりの取れるマグネットつけてるのか、すんまへん。はい、なんでしょう。我々に何かご用ですか。無難所ヘペトナス教に入信したくって。いおりちゃんと会うためには、まずこの宗教に入りたいふりをせんとあかんな。よし、一芝居打ったるか。サレンチョハバン、アバンチョでストレス教に入りたい。間違ってみる、アバンチョ、弟子トレス教に入りたい。なあ。ボイスないんか。アバンチョ、弟子トレス教に入りたいんやけど。ん？アバンチョ、弟子トレス教？それはうちの宗教じゃないですよ。存在するみたいな言い方やめよう。せやったっけ？ええ。はい。あなたの入りたい宗教は別の宗教かと。あなたに神の。何それ、やだ動き。いや、神の恩恵がありますことを。いや、あれ？こいつら、何宗教やったかなじゃなくて、分かってる、真面目にやります。ワンモートライ。なんか思ったより面白くなくなった。なんか変な動きをしただけやった、こいつらが。なんなんあの動き。場所変わってる。無難所ヘペトナス教に入りたいです。俺、無難所ヘペトナス教に入りたいんやけど。おや？あなた、やはり我々の信仰する無難所ヘペトナス教に入りたかったのですか。せや。やっぱり時代は無難所ヘペトナス教やなって思って。わかりました。それではこちらへどうぞ。おう。少し怪しまれたかな。でもどうにか内部に侵入できそうやで。無難所ヘペトナスやで、みんな。心に刻め。本日はお越しいただいてありがとうございます。まずはお名前を教えてくださいますか。ああ。俺は真島や。真島五郎。真島さんですね。教えてくれて、ヘペトナス。それでは早速、真島さんには、教えてくれ。ちょっと待てや。今のヘペトナスって何や。ヘペトナスは我々の教団の言葉です。ありがとうという意味が込められています。ではヘペトナス。そうでヘペトナスか。そんなんか、わざわざヘペトナスやで。出しもとしてる。それでは気を取り直して、真島さんには本日我々の活動の一部を見学していただきます。見学といっても立派な修練ですので、見聞きしたことはちゃんと覚えておいてください。あとでテストしますよ、マジで。テストか、わかった。ヘペトナス。それでは参りましょう。助けてくれ、何おい、ヘペトナスが足りらんのちゃうか。おい、どうしたんや。すいません、そいつ、違反者です。違反者。おや、またですか。気をつけてくださいね。入信希望者の前ですよ。はい。はい、すぐに制裁を与えます。え？制裁、やだ、制裁はやだ。おいおい、なんか嫌がっとるで。ようわからんけど、やめてやりや。な、ヘペトナスしよう。大丈夫ですよ、真島さん。彼はたまにああやって発作が出るんです。ヘペトナスが足りないんだね。おっさて。ほら、来なさい。絶対よ。やだー、お家に帰りたいよ。ヘペトナス。さ、気を取り直して参りましょう。はい。怪しいね。クソみてえな宗教だね。わ、怖いよ。なんやねん、これ。こちらの部屋では、シュレピッピを行っています。シュレピッピ。ちょ、待て、当たり前のように言ったけど、そのシュレピッピってなんやねん。シュレピッピは、無難所ヘペトナスにおいての修練のことです。シュレピッピして。シュレピッピは修練ね。
そしてチュレピッピを行っている彼らが最近入団した我々のフレンドたちで、フレンドフレンド最近入団した奴らが、フレンド。チュレピッピってずっと聞こえるんやけど、やだ、耳がおかしくなりそう。もしかしたら、この中におばはんの娘、イオリちゃんがおるかもしれへんな。彼らは精神を集中させる、シュレピッピを行い、ク・リパースを貯めているのです。また出た。何や、クーリパースって。そうですね。日本語で表すのであれば、徳のようなものですかね。もうシュレピッピを行って、クーリパースを貯めるんやな。わかった。クーリパースが溜まってきただろう。クーリパースを貯めることにより、神である無難茶ヘビトナスから、幸福を授けてもらえるのです。なんや、もう疲れてきたな。そうやね。シュレピッピしよう。マジマちゃんもシュレピッピして、クーリパース貯めよう。ヘビトナスだよね、ヘビトナス。おや、イオリさん。体の湯焼けは足りないですよ。はい。はい、イオリちゃん。ご指導、ヘペトナス。私も明日から言ってみようかな。上司にさ、ご指導いただいたら、ヘペトナスって言えばいいんでしょ。わかった、ヘペトナス。今、イオリって言うたか？あの子もしかして。私、少しだけフレンドたちを指導していきますね。マジマさん、しばらくご自由に見学してください。シューレピッピー。シューレピッピー。ちょうどええ。あの子がイオリちゃんかどうか確かめてみようか。シューレピッピー。シューレピッピー、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 シューレピッピー。回せねえカメラ。カメラ固定だ。カメラがうまく回せ。やべえ、ハマった。シューレピッピーにハマってる。やべえ、どうしよう。オッケーオッケー。シューレピッピー。なあ、ジョーちゃん。ジョーちゃん？ジョーちゃん、イオリって呼ばれとったけど。シュレピッピがしよんな。集中し、無視かい。なんや、シュレピッピってシュレに集中したいみたいやな。でもこの子はイオリちゃんかどうか確かめなあかんし、なんて声かけたのかな。我は無難鳥ヘペトナス。こいつが信じとる神様の名前を出せば、俺の話も聞いてくれるんやないやろか。よし、やったろ。我は無難鳥ヘペトナス。はぁ、ちょっとあなた、無難鳥ヘペトナス様の名を語るなんておこがましいわよ、え？なんやめっちゃ怒られてしもた。あっても。やっとこっちを見てくれたな。あんた、イオリちゃんやろ。どうして私の名前を。よし、やっぱりこの子はおばはんの娘、イオリちゃんや。イオリちゃん、よう聞きや。あんたのお母さんから伝言を預かっとる。お母さん、忘れたの？嘘でしょ？お母さん言うとったで。イオリちゃんに帰ってきてやって。お母さん。お母さん、やばい、壊れちゃった。お母さん、壊れちゃったよ。イオリちゃん、どうしたの？大丈夫？イオリちゃん？お母さん、頭が痛い。なんで、洗脳っていうやつかい？洗脳ブレインコントロールやん。おい、どうしたんや？しっかりし。マジマさん、何をしているのですか？シレピッピの邪魔をしてはいけませんよ。マジに気狂いそうなんだけど、うちも。すまん。イオリさん、大丈夫ですか？ヘペトナス。はい。ヘペトナース。なんとかヘペトナース。マジマさん、信者と話すときは気をつけてください。家族や友人の記憶を消しているフレンドもいるので。うおー、おかしいんちゃうん。何やって？は？記憶を消す？大体のフレンドたちは、シレピッピの妨げにならないよう、そのような処置を行うんです。そんなことって。うん。皆さん、注目してください。はーい。シレピッピの途中ですか？注目してください。怖っ。日々シュレピッピを行っている皆さんのために、本日は教祖様が激励にいらしてくれていますよ。おお、教祖様。それでは我らが教祖、無難鳥鈴木様です。どうぞ、無難鳥鈴木。すげえな、文字語やん。裸足なんやね。皆さん、ヘペトナス。無難鳥。スッて立つな。怖いよ。スッて、無難鳥。なんでみんなスッて戻るん？ほら、真島さんもやって。なんや、無難鳥って。我々の挨拶の言葉ですよ。ちなみに別れの挨拶は、無難鳥っちょ。さあ、真島さんも挨拶は、無難鳥っちょって忘れと、無難鳥っちょ。
ここはもう行きましょうよ。ポーズをつけて挨拶ですよ。レッツ無難所。無難所。なんでちょっとほくそい、なんでちょっと笑ってんの。あなたも大変よろしいです。プラス2点。どういう加点式な、加点式、減点式なんや。あ、なんか評価された。グッド。大変素晴らしい挨拶ですね。我らが神、無難所ヘベトナスもお喜びになっていますよ。おー。人ってこんなにうさんくさくなれるもんなんやな。俺逆に感動してきたわ。そうやね。そう、皆様これまでにどれだけ伏せ臨長してくれましたか。伏せ臨長、俺は五臨長です。五臨長、私なんて八臨長です。何やろ、伏せ臨長というのはお伏せのことです。ストレートやな。おお、ちょうど今聞こうと思ってたとこや。そんで臨長って単位は何やねん。一臨長10万円。頭、なんでもないよ。何やて？10万。この信者らはそないに多額の金を教団に払っとるんか。すべては幸福のため、お金という概念に縛られているうちは幸福にはなれません。お金を捨てることが幸福への第一歩なのです。みんなが救われとんなら多少怪しくてもいいかなとは思うとったが、これはくせえ、こいつはくせえよ。ドブネズミ以下の匂いがするぜ。こんな明らかにみんな騙されとるやん。たくさんの伏せ臨長、とてもヘペトナスです。皆さん伏せ臨長してクーリパースやな。おや、そこの、はい、いおりさんでしたか。何やら具合が悪そうですが大丈夫ですか。そう、シュレピピの途中で気分が悪くなったんですよ。はい、はい、大丈夫です。教祖様のお心遣い、ヘペトナス。イエス。ところでいおりさんはどれほど我が教団に伏せ臨長をしてくれましたか。私はまだお金が捻出できなくて、まだしていません。何、まだそんなやつがいたのか。だ、怖いよ。過激派が、過激派だった、過激派集団だった。信心が足りないわ。すいません。バッド。でも皆さん、イオリさんを責めないであげてください。誰しも事情があって、事情というものがあるのです。無難所鈴木様、なんて寛大なお心。しかし伏せ臨長も立派なシュレピッピです。イオリさんだけシュレピッピできていないとなると、グリパスが溜まりにくくなってしまいますよ。そんな、そんなどうすれば伏せ臨長するんだよ。伏せ臨長がお伏せで、シュレピッピが修練、グリパスが得だよ。頭の中で勉強してる。日本語喋れや。そうだね、日本語だよ。シュレピッピもイオリさん、ハッピーなことにあなたは大変良い容姿の持ち主です。私と特殊なシュレピピをすれば問題ないでしょう。やだーやだー、特殊な、特別なシュレピピ、教祖様光栄です。やめときな、戻れなくなる、戻れなくなる。クーリパースを大量に貯めるためです。この後共に行いましょう。あなたはひとまず体を清めて準備してきなさい。わかりました。違う、行くな、行くんじゃない。それでは皆さん、無難ちょっちょ、引き続きシュレピピに励んでください。こいつくせえ、こいつはくせえ、ゲロイカの匂いがするぜ。イオリちゃん、どこ行ったんや。私もよくは知らないのですが、教祖様と心も体も一つになることができるシュレピピらしいですよ。ほら、もうそういうことやん、そういうことやん。一つになるってそういうことやで。女性にだけ許された特別なシュレピピです。私も男でなかったらぜひともさせていただきたいのですが。やだー、怖いよこの宗教。まさかあの教祖、金だけやのうて信者の女まで食い物にしとるんか。なんでこいつら気づいてへんねん。オバハンルからはイオリちゃんの伝言しか頼まれてへんから、もう目的自体は達成しとるけど、無駄クソが悪くてたまらんの。今はイオリちゃんの身が危ないからな。あのインチ教祖からイオリちゃんを守らな。それでは一通り見学も終わりましたので、これから真島さんにはテストを受けてもらいます。テスト、超混ぜくれ。今はそのことやってる場合や。そうですか。もうですね、真島さんがしっかりと我らが教祖について学んでいると示せれば、教祖様から直々に祝福をしていただけるのですが、ボルタでこれは。何やと、テストの結果が良かったら、教祖様に会えるってことか。やる。それやるね。わかりました。それでは真島さんがどれだけ集中して見学したか、口頭を4、口頭で4点ほど質問させていただきます。お、かかってこいや。それでは1点目。無難所ヘペトナス教ではありがとうを何と言いますか。ヘペトナス、ヘペトナスや。素晴らしい。正解です。ピロピロピロンじゃないよ。真島さん、よく見学されていたようですね。ヘペトナス。これくらい朝飯前やで、ヘペトナス。
それでは続いて2点目。クッキーパーソンを貯めるための修練のことを何と言いますか？修練ピッピだよ。修練ピッピやな。素晴らしい正解です。見学の最中もちゃんきちんと修練ピッピされていたようですね。どんなもんや。それでは引き続き3点目です。無難者ヘビトナス教の挨拶は無難者ですが、やるときにポーズをやってみてください。あ、まあこれやな。左腕を回した後に両手を合わせるやな。これしかないわ。無難者。無難者。俺は一体何をやってるんやろって自分で思ってしまったわ。素晴らしい。まさに理想的な無難者ですね。ちゃんと覚えとったで。では最後に4点目です。教祖様のお名前ちゃんと覚えていますか？無難者鈴木やろ。完璧や。同じセリフ発狂は。シンクロしちょるわ。お見事、正解です。最後は簡単すぎたかもしれませんね。そらそうや、インパクト強かったしな。はい、以上でテストは終了です。真島さん、素晴らしいです。すべて正解ですよ。集中して見学していらっしゃるんですね。あなたのような方ならすぐに幹部候補になれますよ。やったぜ。シレピッピ、お布施、不正連長しないけど幹部になれるんですか？いひ、まあこんなん大したことないわ。真島さんのような方なら申し分ありません。あなたこそ教祖様の祝福を受けるに値する人間だ。教祖様のお部屋までご案内いたしますので、私についてきてください。ヨルちゃん、無事で追ってくれよ。行こう。シューレピッピって聞こえるん嫌だな。無難者鈴木様、失礼します。無難者鈴木、遊ぼうやないの。おや、そちらが我々の新しいフレンド候補の真島さんです。ああ。よろしくな。真島さんは大変素晴らしい逸材ですよ。ぜひとも教祖様の祝福をお与えくださいませ。そうですか。話は聞いていますよ。私、この後少々用事がありますので、パパッと祝福しちゃいますね。パパッと祝福、はい、祝福っと。まじまじは殴ってもええと思うで。だから、そのスッて戻るのやめな。ついじゃ、おぉ、ペペトナス。祝福って現物かいな。そうだね。持ってんのと違うね。何か問題でもございますか？まあ、ペペトナス。まあ何でもええけど、ヘペトナースやで。教祖様、失礼いたします。おや、いおりさん。もう準備はできたのですね。はい。はい。きちんと体を清めてきました。私、早く私に特別なシュレピッピをお渡りください。よろしい。それでは祝福も済みましたし、あなたたちはちゃっちゃと退出をお願いしますよ。あかん。このままやと、いおりちゃんが教祖の言いようにされてまう。俺がなんか声かけたらんと。まだある、まだある、我は無難者ヘビトナス。我は、行こう。我は無難者ヘビトナス。我は無難者ヘビトナス。いおりちゃん、今すぐ家に帰るのです。はぁ？ちょっと、無難者ヘビトナスの名前を語るのやめてください。真島さん、あなたそれ、神の冒涜ですよ。一体どう教育されているんですか？すいません。あのね、これは真島さん、万死に当たりしますよ。つい無難者ヘビトナスになってしまったけど、怒られただけやったな。どうしようか。これ全選択選べるパターンやな。むしろ俺とシュレピッピしようや。ヨリちゃん、むしろ俺とシュレピッピしようや。ん？え、どうしてですか？あなたとシュレピッピしたら、グリパスが溜まるんですか？溜まるよ。きっとね。グリパスは溜まらんかもしれんけど。じゃあいいです。真島さん、あなたは何を言ってるんですか？さっさと退出なさい。とっさに変なこと口ばしてしまったな。これじゃあ、この教祖と同じやんけ。お母さん、悲しむで。いおりちゃん、そんなことしたらあかん。お母さんが悲しむで。え？お母さん、トリガーだ。これがトリガーなんだ。真島ちゃん、もう一度、お母さんって誰？頭が痛い。お母さんはいおりちゃんは大事な家族や。記憶は消されたとか難しいことは分からんけど、ちゃんと思い出しや。ほら、真島さん。フレンドの記憶を呼び起こそうとするのはとても罪深い行為ですよ。何言うてんねん、お前。うっさいわ。そう。いおりちゃん、一緒にお母さんの元へ帰るんや。お母さんで何なのよ。これ、お母さんの
母さんのお守りだ。イオリちゃん、記憶が戻ったのか。よくわかりません。でも私、どうしてこんなにうさんくさいおっさんと一つになれてたなんて思ってたのかしら。いいぞ、いい調子だ。帰ってこい。正常な判断ができるようになったみたいやな。もう少しでこの女をいいようにできたものを、よくもお前余計なことをしてくれたな。本性を出しやがってくれちゃったな。無難長鈴木様。へへ、だいぶ本性が出てきたようやな。二人ともよう見とき。これがお前らインチキ宗教の教祖様や。黙れー。何を、ていうバーバーみたいなこと言い出したよ。さ、立ちの悪い男。なんやその動き。ちょ、待て。バットじゃなくてさ、たまには喧嘩しで行こうやないの。ガード硬。ガード硬い。いや、ちょっと、キモい。やめて。超絶キモいからやめて。ちょっと待ってよ。ハイドルゲージ、思ってる肩で腹立つんだけど。あ、しまった。追い打ちは追い打ちでへん。追い打ち出た。オッケー。ほら、よっと。俺がイオリちゃんの分や。そしてこれ、一体でお母さんの分って言おうと思って。お母さん、キモい。やめて。その動き、キモい。キモい動きするんじゃねえよっと。ほら、よ。何腹立つ。こなくそ。こんなやつ。ほら、よ。待って、これでも食らってよ。もう化粧がもう一発で、ほら、何。ちょっと地味に削られる。ムカつく。うざいんだよ。痛い、体中が痛い。シュレピピだけんな、これは。クーリパースが溜まってきたやろ。教祖様、今すごい音がしましたが、大丈夫ですか？大丈夫、机が壊れただけや。フレンドたち、早く救急車を呼んでください。大丈夫だよ、そんなことしなくても。教祖様がお怪我をされている。みんな、回復の儀式を行わければ。そうだよ、それがあるだろう。はい。バカ野郎が。そんなね、治るわけねえだろう。あ、いいアシューレピッピ、アシューレピッピ、助けてくれ。アシューレピッピ、私もこんな感じだったんですね。そうだよ。でももう大丈夫。イオリちゃん、帰ろうか。はい。シューレピッピ、シューレピッピ、シューレピッピ。イオリ、お母さん、そんな服脱いできな。とりあえず、首のあの、マグネループだけ外してきな。もう今日、宗教いいの？あんなやめときな。あんなに何十万も使うんやったらさ。もっと服とかさ、化粧品とかそういうの、好きなもん買いな。バッグでも何でもさ。うん。いい。お母さん、私ね、お父さんを生き返らせたかったの。退散服祭まで行えるん、この宗教って。怖えよ。やだ。お母さん、お父さんが亡くなってから毎日ずっと泣いてたでしょ。でも私、何もできなくって、辛くて。そんな時、修練して徳を貯めれば、死んだ人を生き返らせることができるって言われて、絶対ないけんな。絶対できへんけん、そういうのはな。そんなこと、あるわけないのにね。あの時の私、どうかしてた。だから私、もうなんじゃヘペダンス教なんかに。そうだったの。でも私がいなくなってお母さんを悲しませたら元も子もないね。本当にごめんなさい。私こそイオリにそんな辛い思いをさせてたなんて本当にごめんなさい。ああお母さん、マジマさん、イオリに伝言をしてくれるだけじゃなくてイオリを取り戻してくれて本当にありがとうございました。いや、あれは胸クソ悪かったけんね。あまへんで、おかげで物珍しい体験もできたしな。な、ヘペトナス。これお礼です。真島さんがしてくれたことに比べたらずいぶん小さなものですが、いや、お礼に大きさなんてないよ。旅人のお守りやで、ありがとう。ヘペトナスやで。せや、ゆうみちゃん、これ渡しとくわ。お守り、そうやで。これはお母さんの。そのお守りめっちゃご利益あったで。なんせイオリちゃんを救えてくれやからな。そうやね、めっちゃいいこと言うやん。このお守り持って、これからお母さんと二人で仲良く助け合って生きていくんやね。はい。はい。
やば、泣くそう、うち。真島さん。ん？なんや。手を差し伸べてくれて、ありがとう。あ、うわ、泣きそう、おじさん。おじさん、泣きそうだよ。やべえ。やべえよ、イメージ見てよ。なんで雰囲気壊すの？ちょっと装備見よう。これだ。あ、強い、ちょっと強いよ。エージェントが頑張ってくれるのかも。ああ、なるほど、なるほど。リューク飯店のエージェントたちが頑張ってくれるんだ。ええー、なるほどね。いや、いいサブイベントでしたね。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。通りたかったなー。セーブしたかったんだけどなー。セーブして終わろうと思ったんだけどなー。いい話だったのになー。はい、というわけで今回はですね、サブイベントの方やってきましたが、いかがだったでしょうか。皆様もですね、宗教とかやるんだったら、いや、どんな宗教があるか、私もよくわかりませんが、うさんくさい宗教だけはやめといた方がいいと思います。それにお金を使うんだったらゲーム買いましょう好きなもん買いましょうということです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。